皆さんこんにちは、田中恵美里です。今日はモスバーガーフォルテ津田沼店に来ています。モスバーガーは日本で生まれ、日本の味を大切にするハンバーガー専門店です。1972年のオープン当初から美味しさにこだわり、商品は作り置きせず一つ一つ注文を受けてから作るアフターオーダー方式で提供しています。また美味しさ、安全、健康にもこだわり、国内の協力農家で育てられたモスの生野菜を全店導入しています。今日紹介するのは期間限定激辛照り焼きチキンバーガーです。初夏の限定照り焼きチキンバーガーはかつて最強と言われた唐辛子トリニダードスコーピオンブッチテイラーを使った超激辛ソースが決め手。この辛さは照り焼きチキンバーガーからの挑戦状です。トリニダードスコーピオンブッチテイラーとはシネンセ種の唐辛子の栽培品種であり、最も辛い唐辛子の一つ、トリニダードトバコ原産のトリニダードスコーピオン種を元にしています。スコビル値は146万3700、メキシコ産のハラペーニョの300倍の辛さと言われています。そんな超激辛のトリニダードスコーピオンブッチテイラーを使ったソースで味付けされた噂の激辛照り焼きチキンバーガーがこちらです。トリニダードスコーピオンブッチテイラーを使った超激辛ソースが決め手。食べてみた感想、一口かじると早速ピリッとした風味が広がってきました。多少酸味もあってタコス風にも感じられますね。そしてチキンの柔らかさにびっくり。大口を開けてがっつりと噛むことができ、とても食べやすいです。激辛ソースがお肉によく合っています。モスといえばパンズの美味しさも好評ですよね。焼きたて感たっぷりの香ばしさとふんわり感、ほんのり甘いパンのクッションにより激辛ソースも思ったよりマイルドに感じられます。ですが食べ進むうちにだんだんと辛さが強くなってきました。舌がヒリヒリします。サイドメニューのフライドポテトが熱々なのでヒリヒリ感がさらに増します。激辛照りチキをご注文の際にはサイドにポテトはおすすめしません。美味しいですけどね。食べた後の爽快感は最高でした。ドリンクはこれまた期間限定の瀬戸内産八朔レモンジンジャーエール。瀬戸内産の八朔とレモンを使用したシロップにジンジャーエールを合わせた炭酸ドリンクです。八朔とレモンの爽やかなほろ苦さと酸味が楽しめます。さらに耳寄り情報、飛んで千葉、千葉県民の日キャンペーン、来たる2019年6月14日から16日に特別なモスバーガーを販売。通常パティの 1.6 倍、ミートソース約 30% 増量、輪切りトマトが2枚、デラックスモスバーガーダブルトマトとデラックスモスチーズバーガーダブルトマトを販売。そしてなんと先着100名様にモスのトマトをプレゼント。6月14日から16日は千葉県民も県外の方もモスバーガーフォルテ津田沼店へゴー。柔らかでジューシーなチキンと絡み合って暑い夏をホットに美味しく。本日はモスバーガー期間限定激辛照り焼きチキンバーガーを紹介しました。田中恵美里でした。